県庁を訪れたのは神奈川在住の押し花アーティスト杉野信夫さんですアメリカ最大の押し花コンテストで日本人初のグランプリを受賞するなど世界的に活躍しています去年放送された朝ドラに登場した金星蘭の押し花は杉野さんが作りました今日、県に寄贈したのは 牧野植物園で採集した二十五種類の植物を使った押し花です。私の祖父がもともと植物の分類学をやってまして。牧野富太郎先生とも多少交流があったんですね。で、やはり祖父は牧野先生のことを大変尊敬したもんですから。杉野さんはそういった背景からも。牧野植物園や高知にはとても縁を感じると言います。 お芝居って本当に身近なものであり思い出が形に残せるものなんで、ぜひ皆さんもねお芝居やっていただいて額なんかに入れて飾っていただくとね、あのちょっと空間もなんか清らかになって楽しい思い出が蘇っていいかなと思います。あさってからは北川村のモネの庭で杉野さんの作品展が開かれます。小学生を対象にしたお芝居体験授業なども予定されています。